はい、じゃあですね、今日はあの5店舗目、のお店にやってきました。天満屋さんからのご紹介で、サパナさんですね。ここは梶川座口、藤川町ですね。ちっちゃなお店。いただきます。こんにちは。デビットさん。はい、そうです。あ、どうもよろしくお願いします、デビットさん。じゃあ、説明。読めないけどですね。読めない。OK、OK。山梨県とインドのコラボレーション。デビさん、インド人？パキスタン？ネパール。ネパールってインドの隣、中国の間。ああ、なるほどね。じゃあインドではないんだね。日本の漢字と中国の漢字みたい。結構違う。結構違う。でも漢字見たら書き方。ああ、わかります。一緒一緒。一緒ですね。じゃあ読み方違うですね。そういう感じです。なるほど。デビさんは。どうして山梨？山梨は好きだ、山好きだから。前は東京住んでたけど、東京でこっちの方で。あ、そうですか。でも山梨いいところだから、住みやすいところがいるの。地震もあんまりないし、なんかあれ台風とかいるような、はいはい、いろんなあんまりないし。あのデビさんは山梨県大好きで、うん、あの10年以上こっち来てるけど、あの本当にみんな優しくて、ぜひ皆さんいっぱい来ていただいて、デビさんこれで何か。作ってくれるから、あの山梨とネパールですね、のコラボレーションですね、あの美味しいもの出してくれるから、イケメンだしね、あの37歳、まだ若いから。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。はい、はい、というわけであの、5店舗目の藤川町にあるサパナさん。やっていただけるということで、市川三里の方にね、同じような名前でサハラっていうお店もあるんですけど、そこもデイビッドさんがやる、2店舗経営されているそうで、だんだんね、こちらの人たちの中でちょっと有名になってきて、口コミみたいな形で、あのこんな変な日本人がこんなことやってるみたいな感じ。はい、どうも。今日はですね、国道20号線沿いにあるタージーマハラさんに来てます。カトリさん、カトリさんって名前多いですね。はい、そうですね、カトリは名字なんで。名字なんだ。はい、カトリ一族みたいな感じですか。そうですね。そうなんだ。カトリさん日本語上手ですか。そこ何年ぐらい日本に来たの？20年。ああ、じゃあ喋れるわ。すごい。よろしくお願いします。はい、これお願いなんだけど、まあ、できるか分かんないけどね。来年の1月の日から2月28日まで2ヶ月間だけ、これとこれを使って料理を作ってほしい。カレーを作る。カレーでもいい、ラッシュでもいい、チキンティッカーでもいい、何でもいい。私たちはネパール人。ああ、なるほどね。だけど私はインドで14年間インドに行って、インドカレーの勉強を取って、ただで日本系カレーの質問をやってるんですけども、まあ、どうしても自衛隊に入れて。自衛隊？うん。お父さん、インドの自衛隊だったんで。あ、そう、かっこいいですね。私もなんか自衛隊に入ろうと思って、インド行ったら、まあ、投資がね、18歳にならないと自衛隊に入れない。あ、まだその時は。私はその時16歳だった。その16歳で軍隊に入ろうと思って、もう自衛隊に入れないから、その前にどっかなんか仕事しようと思って、うん、あのレストランに入って洗い物とか、それで始まったの。へえ。やっぱりね、面白かった。こうやってレストランの中、お客さんに作った料理を食べたらね、この味を忘れない。だからまあやっぱりこっちの仕事しようと思って。山梨県何年か、何年前かな。14年間、うん、日本語めちゃくちゃ上手いね。多分今まで会ってきた人の中で一番上手いと思う。あ、一番上手。だからこの前は私、あの日本の一番最初来たのは九州、福岡。はいはい、で福岡のいろんなところを回ってきて、6年間長崎、鹿児島、熊本、大分で、その後広島、大阪、あと神戸、うん、でその後名古屋にちょっとだけ来て、長野県の上諏訪。そんないっぱいいろいろ行って、なんで山梨にしたの？お店回ってたの。なんか日本語も少しできるようになってて、まあ自分のお店やった方がいいかなと思って山梨に行った。来ましたよ皆さん。あのね、世界中渡り歩いて、日本中渡り歩いて、すべての集結で最後山梨県、ここで料理人としてお店を初めて持って開いた。僕はこう食べたことないんだけども、あのすごく期待が持てるカレー屋さんだと思います。あの去年までは多分売り上げとしてもお客さんとしても
山梨で多分一番すごいだったんですよ。それはすごい。じゃあ、どうもありがとうございます。なんか一言、山梨県の人好き？山梨来た時は一番最初ずっと辛かったけどね、ただ今慣れてきたからさ、もう山梨の方が一番優しい、うん、あと住みやすい、うん、多分私山梨行ったら、うん、あの違うところにお店出してるそれ気分が全然ないです。あ、そうなんだ。もう山梨から帰るとかしたらネパール帰るしか。へえ、すごいね。日本の他のところに行ってお店出す気分が全然ない。いや、ちょっと胸が熱くなりましたね。山梨県本当に、あの国外の方でこんなに愛してくれてるなんて、ちょっと嬉しいですね。ナンハウス。ナンハウス、うん、ギターさん。リカさん。ギターギーアムロテンワインバナーラバテンチョコラウンドね。ケシャパウダーバナーエレディンジャー。もしもし、ギターさんですか？あ、すいません、今香取さんから紹介してもらった。こんにちは。あの、明日とかってお話しに行ってもいいですか？どう？明日大丈夫？うん。女性じゃないですか？女性。リカさんって女性の名前なんですね。そう、私の先輩。あ、先輩。マーパンピンの人が、あの、昭和町に、はい、そこを辞めて、あの、昭和町の方にお店出したの。うん、なんだから昭和町？ヒマラヤ。ヒマラヤか。ああ、なるほど。だから、ヒマラヤ、北区のマハル、こっちのタージマハル、うん、3つお店はみんな友達ね、仲間。ああ、なるほど。なんか、飲み物いただきます。はい、どうぞ。マンゴーラッシュいただきます。はい。イノとかって牛神様なんでしょ？ネパールの？ネパールの。ヒンディー教の人は、うん、牛が神様。あの、一番ここに来た人はヒンディー教の人でも牛肉食べることもいるよ。全然なんか好きを信じられない。ちょっとやらない人が牛肉を食べるよ。美味しいもんね。はい、というわけで、あの、田島原さん、心よくやってくれて、明日はですね、稲作のナンハウスさんを紹介してみたいと思っていきたいと思います。どんどんですね、軌道に乗ってきて、今、お店が増やしていってます。皆さん楽しみにしてください。じゃあね。